まさにレジャーとしてのゴルフ場、グランピングの施設があったり、ドッグランの施設があったり、バーベキューが出たり、キミレゴルフ、ゴルフ場の施設を利用したいろんなコンテンツを業界に風穴を開けるようなんですけど、レジャーサンドの中のゴルフ事業として、ゴルフ場に今までいる人材だけでは、もっといろんな業種の人材がこの我々の業界に入ってきて、他にない施設を運営するためにお年を取ってる若い人、男女に全く関係ありません。どんなバックグラウンド、全く関係ありません。ぜひ幅広く、どんな方、ロックフィットゴルフ場でも来ていただきたい。